こんにちは、ゆうじです。基礎的な表現だけれども、英語で何と言っていいか、意外と出てこない表現を基礎英語として紹介したいと思います。今回はくださいになります。まあ、お店なのでこれくださいという風に言う時のくださいになります。日本人の多くは by を使いがちなんですけれども、この場合ネイティブはあまり by を使いませんで。何を使うかというとですね、take になります。 買うというよりは、持って帰るというイメージになると思います。例えばこれ、これを3つくださいというのは、I'll take, take three of them となります。まあ、何か食べ物をくださいという場合には、I'll take, take something to eat となります。他にもですね、Don't take, Don take food outside, take food outside. まあ食べ物はお持ち帰りできません。 なんていうふうに言うときにも take が使われます。まあ日本語でも take out なんていうふうに言うこともあると思います。というわけでですね、何かを買うときとかに、何々くださいというふうに言うときには take を使うようにしましょう。buy よりもよく使われますので覚えておくと良いと思います。以上です。今回も動画を見ていただきありがとうございます。